やすましく足首が考えたいと思います。わけのわからないところに穴があるかと思いますが、今はそんなことを考える余裕もないでしょうし、考える必要もありません。一生懸命ただただひたすら顔と顔を喧嘩させるんです。寒いや。さあ、もう一回初心に戻って、ちゃんと整って、調子に顔を見る。